皆さん、お待たせいたしました。吉野ベガス、いよいよ最終ステージでございます。そして、この二人、早くも亀裂が入っていますね。マインドスキャン！今、あなたの心を読みました。ズバリこの動画、意味がわからないでしょう。さあ、ご覧なさい。遊戯ボーイ！ラストはデザートでしょうね。デザートでしょうね。そんな気はしてたな。本来であればね。え？本来吉野ベガスでは、はい、3つ目の最終関門ではデザートを当てるゲームとなっています。え？ですが、私吉野、甘いものが嫌いでございます。吉野ベガスということで、今回はあら、超放棄的措置、ラストステージはサラダ。そうなん、なんで最後なんサラダ。今までとは難易度が桁違いだと。そうです。そんな言いは言うてない。メインディッシュが少しちっちゃい分、サラダはちょっと多めに食べたいかも。そんなことある？逆やしな、順番で。ファイナルステージでーす。でかいやね。ファイナルステージでーす。ごめんね、さっきなんか変な感じになっちゃって。やめろや、怖い。ごめんね。こんなんしてた。見たことない。ごめんね。どの漫画でも見たことない。脳天で考える。サラダはなぁ、ほんまにいらん。ほんまにいらんな。いらん、ね、いや、もう唯一いるとしたら俺あれパリパリサラダ。あー、なんか揚げ麺みたいな入ってるやつ、ね、うん、そうそうそう、あれうまいもん、ね、あれうまい、あから俺あれにする。もうずっとそれや。食いたいもん言ってるだけやで。さっきのちっちゃい弁当もいらんし。あれじゃない、あの、うん、下もよく食ってるやつじゃない、なんて、あの生地生地みたいなやつ。あー、ちっちゃいカップのやつね。そうそう、サラダちゃうやろみたいなやつ。ひじきの煮物みたいな。でもそれ完成して、ひじきとちっちゃい弁当と綾鷹氏もケータリング。いらんなぁ。まあでもパリパリサラダにするんやったら、うん、まあ、その近い方があれやから、うん、これもサラダいらんから、え、なんかバナナとかにしようかな。どうしてもいらんやん。なんかな、あの豚しゃぶサラダとかある。ああ、うん、それにしようかな。カニカマのやつとかもある。ああ、いいね。美味しそうやし、それにしようかな。普通注文や。もう、うん、パスタサラダでいいかな。パスタサラダね。じゃあパリパリサラダとパスタサラダね、うん、そうするか。 OK。 イエーイって言った。ちっちゃい声で。めちゃくちゃ涼しい。めちゃくちゃ涼しいっつってるの。かわいそう。これで終わりやからな。さあ。オープン。イエス。お二人のマインドディベートはここまで。ああ、そうやった。マインドディベートやった。またしてたんや。二人の意見は一致して、うん、サラダいらーんって。それでは、竹内さん。パリパリ麺サラダ。パリパリ麺サラダ、なるほど。住岡さん、パスタサラダ。何が違う。お二人ともよく頑張りました。これが本当に最後の最後です。それではジャッジメントタイム。ドゥッドゥドゥッドゥドゥッドゥ。ひじきのサラダ。あー、やっぱりそうやったね。途中出たよな、これ。出た、出た。ってことはこれ、炭か。なんでやねん。なんでやねん。でもちょっと待って。うわ、なんか、このひじきさ、揚げ麺に形そっくりやな。おーっと、触るのはまだ。違う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 。今回の、勝者は炭岡さん。触るのはまだ。いらん。買ってた。いらん。全部買ったけど全部いらん。いいなぁ、炭。言ってるだけやろ。サードステージまでの3つの消費を
予想していただいた結果3つ中3つ住岡さんが獲得。ありがとうございます。くそ、ありがとうございます。これによって竹内さんは食べられず決まってたんだよ最初から役者やな役者やな。早く壊せてこい本当に食べられないだけが罰ゲームだと思っていたんですか。え、今回のゲーム、え、食べられない、本当にそれで終わると思ってたんですか。え、え、なんすか。あなた一つも当てていませんよね。はい。うわ、ありえない、ありえない、ありえない。うわ、え、え、なに、え、なっちゃって外、外なんか置いてる。え、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 なに、あははは、またこんなまったく同じセットが、3人分用意気持ちは嬉しいけどなんなんこいつ。本来このゲームは2人に心理戦ギャンブル、それをしていただいて2人の関係が壊れるかというのを試すためのカジノでした。どういう意味。結果すべてのゲームが終わったところで、お二人は仲間のままお互いをしっかりと板橋ハウスと認識し、傷つけ合うことなくここまで走り切ることができた。私は二人の友情にベットしていたんですよ、うん、ありがとうございます。どうそういうことだったのか。どうしたらいいか分からない。何とも言えない。うわだね。うわうわケータリングやいよいよちゃんとやん。もうおい、誰か一人に食べさせないなんてするわけないじゃん。ダリ言っていいんや。3人でこれを最後食べますただ今までずっとやってきて、はい、まず3往復していいの。はい、マジパシリやん。マジパシリ、まあ、何がしたかったかあ、聞かせてもらっていいですか。普段こういうのをさ買ってきて揃えてんじゃん。俺らがその3人で買いに行って、うん、これが最後揃うやろ、こんな感じのが、まあまあ、こんな感じのが揃うやろ、うん、でその、ま、お前らがこう、ま、毎回同じようなことすんなって言うから、うん、全力で工夫して、うん、そのここまで持ってこれがしたかったよ。そうそうそう、俺はもうこれがしたいだけだから、ね、もうこの内容は何だっていいんや。そうそうそう、そんなに虫食いたいだけ。そうそうそう、じゃあもういただきます。あ、いただきます。ありがとう。いいよ、普通に奢ってもらえる。ちっちゃめし奢ってもらっただけや。高っ350円。お弁当ぐらいっすよ。お弁当ぐらいすんなんこれ。なんかどうでした吉野ベガスは。楽しかったです。本当ですか。はい、はい、なんか当たり前の日常に入ってきた一粒の刺激というか、粒基本的になんか一筋とかな感じですけど、一粒どうでした牛のベガスは。いや楽しかったです、うん、普段ギャンブルとかやんないですけどちゃんとギャンブルとしてちゃんとギャンブルとして捉えてくれてたんですね。牛のベガスはまたやってみようかなって思いました。どうですかやってみて。いやもう二度とやりたくないまあそのちぎられてで竹内が頑張って、うん、牛のベガスで今回僕は頑張ったんで、うん、次はね、えー、どんなのがあるのかっていう。あら、なんかあるの。何も聞いてないけど、住岡バンジーがね、何も住岡バンジーがもうハウスでも何でもないよストパー企画がわかりました。さあ、今回の吉野ベガスいかがでしたでしょうか。頑張るな一番きつそうお二人にはね今回さまざまな角度からギャンブルをしていただきましたが、二人とも商品獲得ということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。素晴らしいヒューマンドラマ、素
そうやったんや。はい、見せていただきました。今回何回だって今仕事帰りもうちょっとやったのに振り絞ってたんや。何回だって5回だって。まあそうやな、タラで飯食わしてもらえない5回だってや。すぐにでもお願いしたいですね。明日にでもやる。毎食やってほしい。毎食やりますよ。なんでいける。まあ皆さんはね、大切な人となんかちょっと喧嘩してしまったりとかいるんこの締めする時もあるかと思うんですけど、一番大切なのは自分自身、そして一緒にいてくれる仲間にベッドできるか。吉野ベガスでした。あ、止めてあげないと。見せられない見せられない。